はい、私からは2月19日から開催をされます第8回アジア冬季競技大会についてでございますが、今月19日から26日までの8日間札幌帯広市において第8回アジア冬季競技大会が開催されます。本大会には約30の国と地域から選手役員が約2000人参加し、5競技11種目での試合が行われることとなっております。2月12日日本勢第1号となる平昌オリンピック出場を決めたアイスホッケー女子日本代表には、本大会での金メダル獲得を期待をしております。またカーリングやスケートなどメダル獲得が大いに期待できる種目も多々ありますので、日本選手団の活躍を願っております。なお開会式には水内文部科学副大臣と鈴木スポーツ庁長官が出席をし、閉会式には田野瀬文部科学大臣政務官が出席をいたします。私からは以上でございます。幹事社からは原発被害者のいじめに関して伺います。今週の埼玉県で新たに中学生2人が、過去にいじめを受けていたということが明らかになりまして、原発事故発生直後に遡れば他にもあるんじゃないかということが推測されるわけですが、それについての大臣の受け止め、ご所見をお願いします。の文部科学省としてはですね、各教育委員会にこのいじめに関する事案についてですね、しっかりとその現状を把握をして対応をしていただきたい旨通知を出させていただいておりますし、各種会合においてもですね、その同趣旨については今各教育委員会の皆さんにお願いをしているところであります。そういったことを通してですね、現場の皆さんにはしっかりと状況を把握をし、適切に対応していっていただきたいと考えております。目標として新たに何か対策とか対応ということは今のところはないということでよろしいでしょうか。申し上げた通りですね、通知と、各種会合を通しての伝達ということで、ございます。もとよりこれはもういじめというのはあってはならないことでありますんで、教育委員会や、学校関係者の皆さんにですね、そういった意識をしっかりと持って対応していただきたいと考えております。ありがとうございます。幹事社からは以上です。幹事社さんお願いします。はい、どうぞ。読売新聞の倉田です。いじめの関連で、横浜市の方で のいじめの事案で、現金を150万という話になっていますが、取られていた件に関して当初いじめだと認めていなかった市側が一部いじめを認めるような対応になりましたが、それについて大臣の説明をお願いします。この度のですね、同級生との金銭のやり取りについて横浜市教育委員会がいじめ、をして受け止めたことは文部科学省としても報告を受けております。いじめ防止対策推進法に基づいて判断があったものと認識をしております。省としてはですね、引き続き横浜市に対して当該生徒のケアや再発防止の策定等についてですね、防止策の策定等について適切に対応するよう必要な指導を行ってまいりたいと考えております。はい、どうぞ。その際で横浜市市教委としては当初第三審議会の報告を受けてそのいじめと認定することが難しいというような話でしたが、そうするとその第三審議会 の判定とその行政というか教育委員会の判断というのが今後対応食い違ってくるようなケースも出てくるのかなと思うんですが、そこに関してはその教育委員会どのように対応していくべきだというふうに考えられますでしょうか。これはもうご承知の通り、第一義的な責任を持つのはその当該地区の教育委員会でございますので、第三者委員会のですね、有識者等の意見を踏まえての対応というのは、教育委員会の方でですね、しっかりとやっていただきたいということでございます。その上においてですね、必要な指導が、これは個々の事案によるんで、経験には申し上げられませんけれども、指導が必要だということがあればですね、文科省の方からそのことを進めていきたいと考えております。
どうぞ。続けてちょっと別件ですけれども、自民党の方で教育財源の確保に向けて会合の特命チームの立ち上げがありました。チームでは具体的にその教育国債の創設や消費税引上げ分の活用、また相続税の非課税国債の導入等意見を出しておりますが、教育財源の確保として、まず大臣としてはどのような財源策が適切かどうかというお考えをお伺いしたいんですが、もう文部科学省としては一貫としてですね、教育は未来への投資だということで、特に家庭の経済的環境をはじめですね、家庭環境によってその生徒が教育を受ける機会を失うことがないように施策を進めてまいりました。具体的には幼児教育の段階的無償化や高校生に対する奨学金の問題、また今回ですね、大学に向けても新たに給付型奨学金を創設をいたしましたし、無利子の奨学金等ですね、枠を拡大をしていると進めております。文科省としては財源をしっかりと確保してこれらの施策を着実に進めてまいりたいということでございますが、将来に向けての財源の確保についてはですね、これはもう各党内さまざまご議論をいただいていることは承知をしております。よろしいですか。